ぱベレーザはやっぱ、うまいなと感じたのがもう感じました。一個一個のパスだったりトラップが質が違うなってもう見てて感じました。まずはそのディフェンス面の中ではボランチに当てられることが多かったので、 間を締めてそこから取り切ることと、まあ、オフェンスになったら抜け出すことが少なかったので1個目で抜け出してそこから落ちたりして、まずボールを前で収めることを意識して入りました。はい、ユイさんが逆サイドから真ん中から走ってきたのが見えたので自分出してユイさんに頭なくしたんですよ自分でもやっぱフォワードとして途中から出場としてもシュートを打たなきゃいけない、やっぱフォワードとして点を決めないといけないと思うのでそこはやっぱり反省点です。初めてアンダー20で海外遠征なので自分のできることできないことをもっと追求してまずは自分のプレーをして次につなげられるように頑張りたいと思います。まずは、攻撃でしっかりと得点に絡んで、ディフェンスでも目の前の相手に負けないでいきたいと思います。今回は3-0で負けてしまいましたが、次の自分はいないですが次節の、ホーム試合でしっかりと勝ち点3取れるように、またこの1週間できることをしっかりして頑張りたいと思います。アメリカでも頑張ります。ありがとうございます。